左足でもこんな柔らかいボール出して、さあどうするウォーカー、後ろ作りました。さあベルナード・シューバー対ティンバー、さあウォーカー、うマジか、苦手だなクロス、ほんと苦手なんだろうなっていうクロスになりましたね。いいですねウォーカーの立ち位置、いいな、ウォーカー使ってほしいな、ウォーカー寄ってっちゃうよ使われなくて。いいですね、ここでベルナード・シューバー出せるから、あとは後ろ作って、ここがねデブライネいるとこう戻しでハーランド使えるんだけどね、さっき同じことやろうとしてえらいことになったからな。でこういうふうにクロス入れ、普段だったら入れるとこで入れてなくて繋いでるうちに今カウンターになったじゃん。これが前あのピボットで言ったデブライネとハーランドいると、今ベルナードが溜めたとこから落としのデブライネで一発ハーランドで決まるときあるし、決まんなくてもカウンターになんないじゃん。だけどあそこがじゃあこのパターンないわ、一回繋ごうってすると今みたいなカウンターになる。だからハーランドとデブライネの存在って1点取って1点を抑えるっていう話なんですよね。さあウォーカー外取れなくて、さあクロス、いやーほんと苦手だなウォーカー、珍しいぐらい。でもペップもね、もうハーランドのとこにいいボール入らなすぎてイライラしてるもんね。そうだけどな、昨シーズンと違う戦い方したいだろうからな、フィニッシュワークでいてほしいとこに人いない状況でやってるもんね。ほんとあそこベルナード・シューバーいてね、中のあのポイント取る役割別にやらせなくていいもんね。いやウォーカーちょっとクロス苦手になり方がえぐいね。前はもうちょっとは良かったよね、まあ、今日が苦手っていうね。スピード系のグラウンダーはね、相手が戻りきってない時だとね使いやすいんだけど、ウォーカーがオーバーラップする時って前線が溜め作ってるから戻ってるんだよね。一番クロス上げの苦手な2人がクロス上げてるからな。